屋の窓から一望できる普段は静かな海、ビーチ。シティからは少し離れた美しい小さな町。今日の予定は18時に彼女と食事の約束。朝からビーチで静かに過ごしている。ハーフパンツ、ビーチサンダル、タバコ、ライター、サーフボード。出かけるまでの時間をゆっくりと過ごす。14時、ビーチを背に来た時同様歩いてまず部屋に戻る。今彼女から預かっているもうすぐ1歳の子牛に食事を取らせ、バスルームで汗を流し水を少し飲み、ソファーに移り目を閉じる。16時、火はまだ高い。窓から強く差し込む日差しで目を覚ます。少し早い出発になってしまうが、車のキーとジャケットを手に取り、子牛の頭を撫で小さくもう首にリードをかけ、車のリアシートに乗せシティへと向かう。リアシートの子牛はいつも通り窓から海を眺め、町から少し走ったところでメールで連絡、少し早く着きそうです。カーナビのタッチパネルに手をやり、ラジオに耳を傾ける。17時、シティと町をつなぐ橋の手前で彼女から少し遅れそうです、ごめんとメール。別に構わないよ、気をつけてと返信。ルームミラーに映る子牛はまだ外を眺めている。日は少し傾き始め、この時間の海もやはり悪くないと言ってみる。子牛がもうと。ラジオがこの先の道しばらく渋滞はないことと、シティでは今夜はサンバのパレードがあって道路の交通規制があるかもと話している。シティに入るとやはり規制があったので少し遠回りして、そのまま待ち合わせ場所まで行ってしばらく待つことにする。17時40分、車を止めて窓を開け、シティの空気を深く吸い込む。ビルの並ぶ大通り、パレードのための通行規制からは外れたところで約束していたので、偶然とはいえパレードの見物ができるかもしれない。かすかに賑やかな音が聞こえてくる。ビルに反射し少しずつこちらに近づいてきているようだ。耳を傾け、サンバのパレードを想像してみる。17時45分、車の窓を開ける。サンバのパレードを眺めているのだ。ざっと見ても200人ぐらいはいるのだろうか。一団の中の女性の一人がこちらに気づき、妖艶な腰つきですぐ横まで寄ってくる。美しいクジャクのような女性数人とその後ろで踊る同じ雰囲気の男たちの一団、どちらもかなりの露出でまさに情熱の感じなのだろう。ここまで近いと熱気も音もすごい。その中の一人が一緒に楽しみましょうと言った手振りでこちらを誘ってくれている。何より満面の笑みだらけの一団にさすがに少し気遅れしてしまう。彼女との待ち合わせ時間まではまだ少し。車から降り、リアシートの子牛に目をやり、俺も少し踊ってみようと思った。俺は踊っている。楽しい。こういう夜ならシティもなかなか悪くない。いつも過ごすビーチのそれとは比べるものでもないようだ。子牛もきっとリアシートでもうもう言っているだろう。さて、いい時間をありがとう。そろそろ彼女も到着する頃だと、少し離れた車の方に目をやると、別のサンバの男が子牛の首についたリードを引っ張って車の外へ出し、どこかと違うところへ連れ出そうとしているではないか。何やってんだ。
さらに別の女が車のエンジンをかけて遠くへと走り去っていってしまった。もう一度、何やってんだと叫んだ瞬間、俺は一段に羽交い締めにされていた。クジャクのような女性の軍団に、俺の身につけている服、ジャケット、ズボン、シャツ、靴までも身ぐるみ剥ぎ取られ、宙に投げ捨てられてしまった。何をやってんだ、さらにもう一度言う、何をやってんだ。男たちの手によって宙に投げ捨てられた。俺の服たちは地面に落ちることはなく、男たちの手によってもぎ取られ、それぞれが我が物のように着ているではないか。男のうちの一人はジャケットを取ると、もともと履いていたズボンと合わせて一見普通の身なりとなり、こちらに笑顔と手を振って一段から離れ、近くで待っていたなぜかサンバではない女性と手をつなぎ街へ消えていった。そうだ、よく見ると美しい女性たちは美しい鳥のようだが、男たちはただ不揃いなシャツのみ、ジャケットのみ、ズボンのみの何とも情けないちぐはぐな格好で、このパレードの雰囲気、情熱の空気で実際の姿をどうやら見落としていたようだ。それはどうあれ、今自分までもが反乱をシティに晒すことになっている。すぐさま別の女が首に笛を下げてくれた。これで少しはマシになっているのだろうか。しかしよくわからない。それでも美しい女とちぐはぐ男たちはウェルカム感を出してくる。そういった催しなのだろうか。俺の車と子牛をどこへ連れて行ってしまったのだ。なぜ俺から取り上げてしまったのか少し考える。祭りの心構えがまるでなっていない俺の姿を見かねた一団が、本来今夜男があるべき姿へと変えてくれたのだろうか。俺は今聖なる鳥の姿なのだろうか。今俺の姿は美しいのか。乗ってきた車と子牛はサンバに必要なかったのだろう。それはわかる。今俺を囲むクジャクとまだ半裸の男はもう古い仲間のように笑顔でこちらに体を寄せてくる。しかし俺は混乱している。数秒前のようにはもう体が動こうとはしない。女がさあ笛を吹きなさいよとジェスチャーで強要してくるように見える。その姿は目に入るが俺の心にまでは届かない。その場に立ち尽くす俺、しばらく何やら見かねて愛想を尽かし俺の元から離れる一段。悲しそうな顔をしている。俺はもっとはっきりとした態度で首から下げてもらったピーピーなる笛を彼らの望み通りに吹くべきだったのだろうかと、その時遅れてきた彼女が俺の背後から声をかけてきた。たけし、何やってるの？たけし、何やってるの？と、本来の待ち合わせの時間からは少し遅れてきた彼女がこちらの背後から声をかける。背後とはもちろんシティの中心で下着姿に首から笛を下げ呆然とただ立つ男の背後、つまり俺の後ろから声をかけてきたのだ。彼女は続けてはっきりとした怒りを含んだ、バカじゃないのという一言を置いてその場を去っていってしまった。遅れてきたのは彼女の方で、せめて訳ぐらい聞いてほしいものだ。しかし俺のこの姿はサンバのそれとは思わなかったのだろうか。それぞれ別方向に離れていく彼女とサンバの一団。俺は一人
この町に立っている。ほぼ毎日と言ってもいいぐらいに過ごすビーチでの俺の姿は、ハーフパンツとサーフボード、タバコ。今、俺はシティで、パンツと上。俺は日常、心を落ち着かせるときはいつも、しっかり、そしてゆっくり目を閉じ、深く息を吸い込む。俺は今、シティにいる。目をしっかりと閉じ、深く息を吸い込む。サンバのリズムは遠くなっていく。彼女は今どれぐらい離れていったのだろうか。シティに半裸の俺。今俺は何を求めるのか。ゆっくりと息を吐き出す。目を開き、感覚を確かめる。まだ少し気配の感じる。サンバの一段を追って、俺は全力で走った。No.